皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。前回ですね、こちら埋め立て地の開発を行ってまして、今画面に映ってる部分ですね、こちら商業区画の方を、整備しました。商業区画の方はですね、まあ開発が進んできたかなということですね。でね、一応あれからここにもですね、この、将来高速道路のこの部分から下道に入る、折り口ですね、それをちょっと撮ってみました。であとこの辺りもですね、少しだけ調整を加えたりしてます。車が相当増えてきましたね、やっぱり。でね、このやっぱり貨物駅の前ですよね、ここが一番混雑するエリアなので、ちょっとゆくゆくはここの道路をですね、少し変更する必要があるかなと思ってるんですけども、やっぱここがね、止まっちゃってるんですよね。だからもうここの道路はもう思い切ってなくしてしまうかですね。で、奥からこっちのエリアに入るようにする、一本道にするか、あとはこのこちら側を入り口、こっち側を出口という形にして、ここを一方通行にしてしまうっていう方法もあると思います。いずれかの方法でちょっとなんか対策をした方がいいですね。ここはね、ここがもうすごいことになってるんで、でももう近々やらないといけないですね、そのあたり。そしたらですね、今日はですね、こちらの方行きましょうかね。こちらの方ですね、今住宅区域をこちら側に作ったのと、あとこちらの方に商業区域を開発を進めてるんですが、こちらの産業エリアですね、この辺をですね、ちょっと一回潰してしまって、でちょっと道路をですね、少し作っていきたいと思います。
はい、それではですね、今商業区画の道路の方をですね、少し整備してみました。ですね、ちょっとまだかなり未完なところもあるんですが、ちょっとね、この墓地にですね、ちょっとご遺体がまだ残ってるみたいで、ちょっと動かせないんですね。なのでこちらの方をですね、ちょっと動かせるようになってから本格的に着手しようかなと思います。そしたら今区画を切ってるところですね、そこに、商業区画の、色塗りですね、をしていきましょうか。とりあえずここに、ここちょっと色が塗れてないですね。それと、あとここか。この辺もね、ちょっとね、一個余るんですよね。これちょっと失敗したかなと思ってまして、まあちょっと調整が必要ですかね。あとここか。ちょっとここもったいないですね。ここなんかちょっと道路一本入れたいですね。ここにね、ちょっと後でまた調整しましょうかね。で、あとですね、モノレールの駅をですね、まあ、住宅エリアに1箇所と商業エリアに2箇所ですね、作りましたので、ここにもちょっと、モノレール走らせたいと思います。新しい路線を作成ですね。ここを始発 でここに行って、ここ行って、でまた帰ってくる感じですね。でここで完成という形ですね。これで、住宅エリアから商業エリアの、まあ、足が、できましたので、まあ、住民もですね、徒歩で今通ってる人が、まあ、モノレールで通ってくれるんじゃないかなと思います。相変わらずの人出ですね、これ。ちょっとこれどこに行ってるんですかね、こんなに。よくわからないんですけどね、こんなに人がここに呼べる街でもないんですけどね、不思議ですよね。はい、そしたらちょっと時間の方を経過させてみましょうか。はい、そしたらじゃあスタートしたいと思います。はい、それではですね、今商業区画の開発をやってたんですけども、まあ、時間を進めてですね、どれぐらい経つかというのをちょっと今見てます。で、まあまあ経ってきたんじゃないかなと思うんですが、まだ区画は全部埋まってないんですかね。こことかまだ埋まってないんですけどね、ちょっと見ましょうか。あ、ここ塗ってないんだ。なるほど。ここも塗ってなかった。ちょっとここを塗りましょうか。ここはですね、ちょっと分解されてるので、これ塗れないんですね。なんか違う建物を建てるかですね。ここもなんか3つになってるな。ちょっと。なるほど。ここに道があるからか。
これ道潰しましょうか。あーでも潰しても一緒か。もう一回ここ潰してみよう。ちょっと一回止めますね。あ、いけましたね。そしたらこれでもう一回塗り直して、じゃあちょっともう一回様子見ましょう。あ、立ってきましたね。あと肉か、あー来ましたね。はい、立ってきましたね。よしよし。そしたら町の様子見ましょうか。モノレール走らせたんですがどうですかね。あー人いますね。こっから、商業エリアの方に、向かってですね、モノレールが走っていきますね。で、ここでお買い物とか、まあ、楽しんで、また家に帰るという感じでしょうかね。ここも塗ってないですね。あれ、塗ったところが、まあそうですね、この駅を作るときに、一回道路を潰すんで、そのときに、まあ、色がなくなってしまうんですね。だから本来であれば、最初に駅を作ってからの方がいいのかもしれませんね。あ、なんか廃墟になっちゃったな、ここ。なんでだろう。道が繋がってないからか。あ、商業区域はまあ、だいたいこれで区画埋まりましたね。いい感じになってきましたね。ちょっとね、人口がまた少し減りましたけども、まあ、この辺りをね、ちょっと潰しちゃったんで、まあ、もういたしたく仕方ないですね。ね、住宅エリアをどこの辺りに作りましょうかね。まあ、ここに道路が一本通ってるので、まあ、ここの、このエリア、このエリアよりこっち、ここに商業区域を作って、で、このエリア全部住宅区域にしましょうか。人口をある程度やっぱり確保したいので、で、この産業エリアは一旦全部なくして、こっちの奥の方に移動したいですね。まあ、産業エリアがどうしても必要になった場合は、こっちの区画を、まあ、開放する形にしましょうか。はい、そしたら、どうしようかな。まあ、ここを一旦も全部潰してしまいますかね。まあ、まだここが、あれだな。ちょっとまだ、ご遺体の収集が終わってないので、よし、じゃあこの辺りを一回ちょっと解体しましょうか。こうね、まあかなり人口減っちゃうと思うんですが、このエリアからこっち側を全部なくしましょうか。
おお、すごい。人口がめちゃくちゃ減った。いやー、これは。どこまで減るか。あれ、電力がまた足りてない。ちょっと電力を足しましょう。川にある、あ、これにしようかな。こいつを移動して、ここに持ってきたらどうですか。ああ、いけましたね。大丈夫です。まあ、ここも将来的にはやっぱりこっちの方と電線で結んだ方がいいでしょうね。あれ、またこれ求人マーク出てますね。労働者が足りません。教育を受けてない人が足りませんということですね。これぐらいじゃ足りないか。もうちょっと増やしましょうか、住宅エリア。あんまり。まあこんな感じですかね。これどうすかな、この辺り。この辺りにもちょっと住宅エリア、この川沿いに増やしましょうかね。あとね、ここにも林業の、盛んっていうか、これ木がね、結構植わってるところがあるんですよね、ここ。ここでも林業できればいいなと思ってるんですけども、足りないやな、これじゃ。あー、ドクロマークが出てる。私の嫌いなドクロマークが出てました。あー、でも消えましたね。あ、今住宅エリアが綺麗になりましたね。ここ見てください。今人口が10万5000人まで減りましたね。そしたらですね、今日はこの辺りで、お別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。